嬉しかかっったたですね屋敷の評判も良っっ、ね、僕はもう昨日からもうエゴサしかしてないです初めてなのでそのバラエティーに出て僕が面白かったみたいなことを言うてもらうねツイートとか見ることあるんですけど、うん、その演技を褒めてもらったりするのが初めてだったんでうん、うん、もうすごく楽しい毎日を送らせていただいてます、はい、今のところ誰も屋敷がダメだという意見はなかったのでホッとしておりますけどもさあということでございまして 俺はもうだから伊藤さんとしか絡んでないからえ自分で見てはどこだったのいや自分で見てはだからもう恐怖でしかなかった、うん、その俺が出てくるまでにやっぱもうだいぶ面白いからそのもう本当台無しにせんといてくれよって祈りながら見てたまあまあ馴染んでるなぐらいの感じやね。その悪目立ちしてないから <laughs> <laughs> 変な笑い聞けへんかこの後見たら <laughs> <laughs> いやすごいなんかき緊張した見てる時の方がやってる時より、はい、うん。 ぶっ壊したくないなっていう感じでした。うんうん、え、一緒にやっててどう。確かに伊藤さんいかがでした。僕。でもすっごい本当に自然でしたし。<laughs> ななんかなんかなアドリブとかがんがん言ってきてたからすごい余裕だなって思ってたんですけどそんなな切羽詰まっっっててると思かたやってる時はあの別に伊藤さんもすごいなんかやりやすくやってくれたんでよかったです <laughs> 見てる時ですね俺が緊張したのは <laughs> あ浮くなよ俺だけっていう <laughs> すごい馴染んでましたよね <laughs> でもね確かにそれはよかったですだからその監督がこう僕にね当て書きというかすごい合った役をやってくれたんでほぼなんか普段のまんま ただ喋ってるだけみたいな感じで、ただ喋ってるだけみたいなね。こ <laughs> んなんですか？あれ、ただ <laughs> 俺はもうただ喋ってるだけみたいな感じでした。うん